代表徳重剛より皆様へご挨拶をさせていただきます。まずは浦和レッズ秋田の皆さん、優勝おめでとうございます。県民、チーム関係者、本当に、お喜び申し上げます。 J2 での活躍を記念申し上げます。そして、我々鹿児島ユナイテッド FC にも、今日本当に多くの皆様ご支援ご声援いただきましてありがとうございました。当初目標としていた J3 優勝と J2 昇格というのは叶いませんでした。大変申し訳なく思います。ただ今シーズンは本当に特別なシーズンでした。新型コロナウイルスが広がり、開幕も3月の予定が6月となり、試合スケジュールも本当に過密となりました。選手スタッフはアウェーでの試合もあるため、PCR 検査も2週間に1回していくなど、また行動制限もしていくなどですね、本当に、大変な中1年間頑張ってまいりました。これは皆様も一緒です。新型コロナの感染症に対する恐れもありながらも、そして声が出せないながらも毎回スタジアムにお越しいただいて、もしくはダゾーンの前から応援いただいて本当にありがとうございました。まずはしっかり1年間ですね、シーズンを終えることができたのも、普段からご支援いただいているスポンサーの皆様、ファンサポーターの皆様、行政の皆様、保健所の皆様の指導とかご支援があって、またそのご理解いただきながら何とか終えることができました。改めて御礼申し上げます。来年はまた新たなチャレンジの年になります。J2 昇格というのをしっかり目標とし、クラブとしても今年の経験を生かししっかりと戦ってまいります。まだまだ感染症の対策というのは油断ができませんが、しっかりですね、我々プロスポーツとして県民市民の皆様に元気勇気を与えられるような活動をしていきたいと思っております。来年も皆様と一緒に戦っていきたいと思っておりますので、どうぞご支援ご声援よろしくお願いします。最後になりますが、今着ているこの T シャツがまだ物売り場で60枚残っていると言っております。ぜひまた来週から来年のファンクラブの継続案内やご案内、シーズンパスの販売等も始まります。また皆様のご支援をいただきながら頑張ってまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。徳重代表ありがとうございました。